はい、どうも、大阪神戸スパーズです。神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのシュンシュンです。はい、今回はローンを 13-2 をやっていきます。 13-2 ではオケディナ、トレーシー、アットやっていきます。まずはオケディナから。まずはオケディナチェルトナム戦にフル出場しました。まあ、チェルトナム戦はそうですね、かなり前に出て守備をしていて、まあ、前に出た時はかなりボール跳ね返せるし、前に出た時ボール奪うとかもできるしみたいな感じで、すごい前に対するアクションが良かったなっていうのと、かなり安全第一でプレーしていて、なんか左足でもすぐパーンってクリアしちゃうしみたいな感じで、まあ本当に安全にっていうプレーをしていたかなと思いますね。ただ一回ちょっとゴールキーパーからのパスをコントロールミスして、ちょっとトライって危なかったシーンがあったんで、それがちょっと良くなかったですね。ただそれ以外はまあまあディフェンダーとしてはまあ、ちゃんと守備できてたし良かったんじゃないかなって思います。うん、そうですよね、全体的に良かったかなっていうのと、なんかボールもしっかり取れるようになってきたかなって感じですかね。なんかあの地上戦で勝って、まあ、いい状態でハイボールクリアしたりとかできてたんで、うん、非常にいい印象がありましたね、この試合は。はい、そうですね、本当に安定してるんでね、全然そうですよね、うん、はい、安定してるんですごいいいと思いますね、はい、っていうのが、まあ、チェルトナム戦ですね。次が、ポートベイル戦です。ポートベイル戦は89分からクローザーとして出てきたんですけど、まあ、ボールタッチはしてないです。で、はい、勝ったんで、まあ、それでいいのかなという感じでした。はい、で次トレーシーですね。でトレーシーも、まあ、同じ試合で出て、チェルトナム戦がまた75分から出場したんですけど、そうですね、まあ75分から出場で、でもいい状態でボールもらえへんって、そのまま試合終わったっていう感じですね、流れは。うん、そうですよね、まあしっかり来たボールはキープできてたりしてたんで、キープしたりとか、まあ倒されフリーキック獲得してたっていう感じですかね。まあまあ可もなく不可もなくって感じです。はい、で次が、ポートベイル戦。ポートベイル戦は、70分までの出場です。この試合は、まあ、右サイドハーフの出場だったんですけど、まあそうですね、前半はほぼゴール触れなくて、まあでも後半もそんな感じだったか、そんな感じであまりね、いいプレーはできなかった。1回ドリブルで2人ぐらい強引に抜いてマイナスのクロスを上げたのが良かったので、推進力はあるので前の方でプレーさせたいなっていう感じなんですけど、まあ、そもそもボール来なかったなっていう試合でしたね。70分出てたんで何とかしました。そうですね、この試合、まあ、前半が特に守備的にいってたかなって感じですかね。まあしっかり戻ってやってたんですけど、そうですね、やっぱ前でプレーしてほしいですね。まあ、しっかりドリブルの推進力はかなりあるんで、うん、まあ、でも守備もしっかり戻って、まあ、与えられた任務はこなしてたかなって感じですね。そうですね、まあ、ちょっともあんまりいいプレーというか良さが出る感じではないなと思います。次がスカンソープ戦です。スカンソープ戦はこれ結構久しぶりにフル出場だったんですけど、まあ、やっぱこちらね、前でボール触れたんですけど、前でボール触れたらやっぱりいいですね。推進力本当にすごくて、サイドだと大体ちぎれるんですよ、相手を。で、まあ、クロスも悪くないし、みたいな感じで、まあ、体張るプレーとかでもフィジカル強いんで、まあ、ボール守れるし、っていう感じで、まあ、なんやろね、攻撃面で、いい影響をすごい与えることができていたなっていうのと、一点この試合、本当にゴール前めっちゃ決定機があったんですけど、普通に外してしまってめっちゃもったいなかったなっていうのがありましたね。中央でもターンした時にペナルティボックスの近くでファウルもらえたりして、すごいチャンス作れたりしてたんで、本当に良かったなと思いますね。サイドでバリバリ動かしたいなって、うん、本当にこの試合良かったですね。まあ、最初右サイドで出て、まあ後半の最後の方から左サイドに変えた感じなんですけど、やっぱ右の時は良かったっすね。特に右の時は良かったですね。やっぱりね、かわせますし、
スピードでかわせるし、まあ、相手に当たられても全然びくともしないんで、やっぱりいいっすね。高い位置で持てばやっぱりチャンス作ってくれますよね。あとコーナーキックをバックヒールでゴール狙ったには驚いたっすけどまあまあまあ、あ、うん、そうですね。3枚囲まれても前向けたりできるんで、やっぱりいい選手ですね、本当に。いや本当に長い時間出場させて、かつ長あの前の方で使えばちゃんと結果出す選手がいいなって、うん、っていうのが感想して、最後がウォルソール戦、ウォルソール戦は77からの出場ですけど、まあ、この試合は、まあ、打って変わって出場時間短くて、まあ、中央でもってちょっとワンツーしたりしてたんですけど、まあ、他別にそんなにって感じですね。そうですね、まあ、体当てられてもまあびくともしないボディバランスがいい感じかなっていう感じなんですけど、まあ、特にチャンスは作ってなかったんで、回ってくる回数がそもそも少なかったりするんで、ね、ちょっと、まあ、あんまり語ることはないかなっていうのがウォルソール戦だなと思います。はい、で次がパロットですね。パロットはまずハルシティ戦に、90分までの出場となっていて、そうですねこの試合、なんか1回カウンターで良かったシーンがあったんですけど、まあ、最後自分がクロスとシュートどっちにしようと回った挙句中途半端なボールを出してしまったっていうのがあって、なんかこの辺がやっぱ調子良くない証なんかなとか思ったりだとか、ラストパス自分が出すんですけどそれが合わなかったりだとか、まあ、なんかね、噂はちょいちょい見せるんですよ、ボール守るだったりトラップが曲がったりとかなんですけど、じゃあ攻撃でそんなにすごい貢献してるかって、そんなことないなっていう感じで、なんかいまいちやなって思うような試合でした。そうですよね、なんか難しかったですねこの試合。本当にさっき言われたカウンターの場面っていうのは本当にね、よくなかったですね。本当に結構スペースがあって、なんかちょっと前にねシュート打てた場面があったと思うんで、そこをちょっとね、やっぱ味方の方見ちゃってクロスか迷ってましたよね。それで打つたクロスにするかシュート打つかで迷って、結局もう一個ドリブルしたら相手にブロックされるぐらいになっちゃってたんで、打ってもよかったっすよねあれは。はい、ちょっと、ペナルティーボックス入るか入れへんぐらいの距離やったんですけど、打ってよかったかなって思いますよね。はい、まあ、ちょっと眉が見えましたねって感じでしたと。はい、で次が、ドンカスター戦ですね。ドンカスター戦は、80分までの出場となっているんですけど、まあこの試合にまあほぼやってるのは一緒なんですけどね。ただこの試合もミドルシュート打ってたんですけど、ミドルシュート出たんですけど、なんかまあ浅くの方向に飛んでいってしまったりとか、まあ、左足でミドルシュート打ったシーンもあったんですけど、ちょっと力なかったりとかみたいな感じで、シュート打ってるだけちょっとマシなんかなと思いつつも、いや良くはないよなっていう感じですね。あとオフザウォールの動きがあんまり良くないと思ってて、前に走っていくときに、ね、ルートのねルート取りが悪いって味方からパスもらえへんみたいな感じのこともあるので、なんか調子の悪い差が出てしまってるのがねって感じです。そうね、特にねこの試合もそうでしたね。パスとかいいの、ダイレクトでパスとか出して、あ、やっぱうまいなって思う場面はあるんですけど、まあね続かないしゴールに結びつかないですね。結構ね、さっき言ってもらった左足のシュートとかも自分の周りでしっかり打ててるはずなんですけど当たんないんですよね。なんかあんまりマークも緩かったんで、結構いい感じの持ち方やったのに、あれで当たらんのはちょっと問題やろっていう感じでしたね。そんな感じ
ですねという感じでドンカスター戦で、次がアクリントン戦ですね。アクリントン戦は87分前の試合かなっていうんですけど、まあ、この試合はですね序盤に、まあ、PK をもらったんですよ、パロットが。なんで、まあ、それが点入ったんで、まあ、パロットとしてはまあ一応点に結びつくプレーはできたとは思うんですけど、正直したかったですね、その PK 取れてよかったけど、まあ、正直あのね、本当にもうさすがにもうペナルティーボックスのかなり深い位置でキーパーがしか目の前にいないみたいな感じだったんで、打てば入る状態だったんで打ちたかったんですけど、相手がそんな状態で後ろからファウルしてきて、まあ、その相手の選手が退場してみたいな感じで、まあ、PK で点取って、PK にはなったんですけど、まあ、よく言えば本人が点取りたかったなっていう感じですね。で、まあ、ほかはまあ左足でちょっと味方にスルーパス出したりして、まあ、うまくて、こういうのをまあ増やしていければいいなとは思うんですけど、あとまあファイナルサードでボールがもらったらちゃんとキープできるし、まあ、そういうまあキープ力とかはまああるんですけどっていう感じですね。本当にあのシュート打ちたかったなっていう感じの試合でした。付け加えることはないですかね、この試合に関しては。はい、いや、まあ、ないですね。はい、分かりました。はい、で最後がジギンガム戦ですね。ジギンガム戦は68分までの試合です、まあ、ジギンガム戦、そうですね、この試合オーバーヘッドでシュートを打ったんですけど、まあ入らず。で、振り向いてシュートを打ったんですけど、その入らずって感じで、あーオーバーヘッドとかしなくても正直トラップしてターンして打ったらいいのになと思うんですけど、なんかちょっとそういう難しいプレーをしてしまうのもどうなのかなって思うと、うん、あとチームがカウンター発動するときあるんですけど、カウンターの時にパロットのスタートポジションが低すぎて結局カウンターにほとんど絡めないみたいな、なんかすごいもったいないな、もったいないなって思うんですよね。もうちょっと高い位置でいればいいのにと思うんですけど、なんかどんどん低い位置に顔を出してるのが良くないなって思いますね。ただまあシュート、まあ、多少可能性の感じるシュートを打てただけで、この試合は他の試合に比べたらマシかなとは思いますけど、ね、うん、この試合なんですけど、なんとなくなんですけどね、いつもよりはペナルティーボックスのポジショニングが良かったかなって思いましたね。まあ、いつもより首振って味方のポジション確認してたりするシーンがあったんで、なんかちょっと変わったなって感じですかね。なんか味方と距離取りながらポジションチェンジ、ポジション移動してたんで、ペナルティーボックスで今まで全然そんな感じがなかったんで、突っ立ってただけのシーンとかも見られたんで、そこは良かったかな。ちょっと変わるかもしれないです。毎回言ってるかもしれないですけど。なんかちょっと楽しみかな。うん、何これの、はい、この希望が本当の希望であってほしいですね。というのがジギンガム戦で、まあ、一応多いので、まあ、4試合、まあ、総括すると、まあ、毎試合やってることはほぼ同じですね。ゴールに結びつけるようなプレーがないのは本当に物足りないなというか、良くないなって思うと、最近なんかちょっとパスミスもちょっと増えてきたのが気になるなっていうのが、ちょっと4試合見て思うことですね、というか。まあ、僕はさっき言った希望と、あと監督が変わったんで、パロットの役割がどう変わっていくのかとか、どういう指示が出るのかとか、もしくは使われないのかっていうのがちょっと気になるところですね。ちょっと、はい、もうちょっと期待してみたいですね。分かりました。まあ、これでパロットの報告を終えたので、13日に終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。